こんにちは。本日のお題です、えー。パンはパンでも食べられないパンレベル100を教えてください。えー、難しいですね、まあ。お母さんが亡くなって今日でご周期だ。お母さんの品はすべて片付け、段ボールに詰め込まれて部屋の隅っこに置いてある。お母さんは事故で亡くなった。僕はお母さんの作ってくれたチャーハンが好きだった。一回だけ、たった一回だけ。 僕はお母さんの作ってくれたチャーハンなのにチャーシューが入っていないというだけで反抗しまずいと言って部屋に戻ってしまったその後、チャーシューを買いに行ったお母さんは交通事故で亡くなった遺品の段ボールにはお母さんがチャーハンを作ろうとしてくれた錆びたフライパンが入っているそれさよなら